こんにちは、 DJ マラです。大人気ね、 YouTuber グループレペゼン地球の、まあ、元メンバー、多分ついこの間まで所属してたのかな、DJ マルさんという方がですね、その交際相手の、これまたインフルエンサーの人なのかな、戦慄かなのさんという方をですね、3時間以上にわたりね、殴る蹴るの暴行を加えて、昨日か一昨日か、逮捕されたというニュースがね、出ましてね、まあ、これに関してですね、まあ、ちょっとネット上の、まあ、DJ レペゼン地球ファンというか DJ マルさんのファンの方がね、マル君がみたいな、なんかすごい中性的なね、可愛らしい見た目をしてる、結構綺麗な顔をしてるね、イケメンというか、まあジャニーズ系というか、まあ中性的な顔してて、結構女性人気もすごいね、多分レペゼン地球の中で一番なんつうのかな、顔ファンというか、多分すごい人気だと思います。女性にすごい人気な方なんで、マル君がみたいな、優しそうな、なんかね、細身でキャサで、優しそうなマル君が、嘘でしょ、キャーみたいなね、まあ、女性ファンの方とか、まあ、結構 Twitter とかネット上でね、まあ、驚きの声が上がってるんですよ、なんだけどちょっとね、この件についてね、DJ マラ兼ね、 DJ インタ、もう最近のレペゼン地球でも脱退に脱退が続いて、もう結構 2,3 人くらい辞めて、 DJ ギンタ君と DJ マル君と、まあ、いっぱい抜けてった、でね、新ね、幻のシックスメンね、幻のね、新加入メンバーというかね、こちら DJ マラ兼 DJ インタがちょっとこの件についてね、話したいことあるんだけど、一つ言いたいのはね、人をね、見た目で判断するなっていう言葉よくあるじゃないですか。なんかちょっと怖そうなね、怖もてでちょっと悪そうな人でも、いや、人は見た目で判断しちゃいけないと。ね、悪そうに見えても実は根がいい人でね、すごい優しい人だっているんだよ、みたいなことを言う人ね、結構いると思うんですよ。それ嘘だから、残念、悪いけどね、ヤンキーとかね、ドキュンとかでね、一見悪そうに見えるけど、いや実はこの人いい人だからみたいなそんなのね、99% ない、 100% とは言わない、 100% とは言わないけどね、悪そうな見た目をしてる、レペゼン地球とか DJ マル君なんてさ、でもタトゥーだらけでしょ、多分レペゼン地球のメンバーって多分ほとんど全員なんかもう全身入れ墨みたいなさ、めちゃくちゃもうタトゥー入れまくって、ちょっともうちょっと悪そうだなみたいな見た目してる人たちじゃないですか。でそういう人間でね、優しいとか、まあそのヤンキーのそのなんかコミュニティの中ではね、 あいつだってその結束力というか、そのなんかこう友達には優しいみたいな、そういうのあるとは思うんだけど、そういう見た目してるやつで、基本的にこう根が真面目というか、まともな人間はいないです、基本的に。僕の経験上、これは僕の経験上も踏まえて、川崎というね、川崎国というね、国でね、育ったね、僕の経験も踏まえて、結構いろんな人間見てきましたけど、バイト先とかでもね、結構やんちゃな人間とかとやり合ったりね、シンナー薬物やってるね、同級生とかとね、やり合ってきたけど、いないんですよ、残念ながら。人は見かけによらないとかね、人は見た目で判断しちゃいけないっていう言葉は、一見真面目そうな、まともそうな人に対して、にだけ当てはまる言葉なの。そのドキュンとかね、ヤンキーってのは、ある意味ね、分かりやすくてね、扱いやすいのよ。だってもう見たまんまだから、基本的にあいつだってもうね、すごい申し訳ないんだけど、もう悪いけどまともじゃないというか、結構やんちゃじゃん、ってのがもう見た瞬間分かるから、こっちもね、対処の仕様がしやすいの、対応しやすいの、ああこいつちょっと厄介だなっていう、ああじゃあちょっと気をつけようって、
分かりやすいからある意味ねあいつらってね助かるんだよこっちからすると。けどその気をつけなきゃいけないのがね、某ね、大物 YouTuber というか、ね、成人に見えてね、ね、すごい真面目そうに見えて実は結構やることやってるみたいなね、セフレ等みたいな、まあそれは別に犯罪ではないんですから、いいけどね、俺的には面白い話やったんだけど、ね、人は見かけで判断しちゃいけない、人は見た目で判断するなっていうのは、そういう真面目そうに見える人に対して使うべき言葉なんだ。真面目そうに見える、普通そうに見えるやつが一番怖いの、だって普通そうに見えて実は裏ではね結構どす黒いことやってたりね、結構やばい人間だったりっていう、判断しづらいから、だからそういう人間に対して使う言葉なんだよね、っていう覚えとき。レペゼンガールのね DJ マルファンの女の子たちね、今もう号泣してね、上からも下からもね涙流してると思うけど、ほんとね俺言いたいんだよね、なんかさね、何そのオタクに優しいギャルというかオタクに優しいヤンキーみたいな、なんかさ、これで男も女もさ、こうやんちゃそうに見える不良とかドキュンそうに見える人が、ね、実は自分に優しくしてくれたみたいな、怖そうに見えてなんかめちゃくちゃ優しくしてくれたってなった瞬間、普段ね、ヤンキーの気持ち悪いやつら、ブヒ、これね、視界に入ってくるんじゃないブヒとかね、まあ女の子だったら、なんかちょっと怖そうだなみたいな、ちょっとなんかあんま近づきたくないなとか、なんかちょっと怖いなと思ってるくせして、いざね、いざ、ね、ちょっと優しくしてきただけで、コロッとね、なんかオタクに優しいギャルとか言ってね、そんなの存在するわけねえだろうと思うんだけどね。100% 存在しないから、そんなやつ 100% 愛すぎるから 99% 存在しないから、ちょろっとね優しくされただけでさ、ね、この人はこの人は おたくの優しい部品、興奮する部品、おかす部品みたいな ね気持ち悪い手のひら返ししてね、すぐ騙されるやついるじゃんね、おたくに何優しい何ヤンキーお前らさ、おめでたい頭してるな、本当にな。手のひらの上で転がされてただけやで。ね、今まで生きてきてね、そんなやつ一人も見たことないの。オタクにも優しいというかね、そういうやつってのは別にオタクに、というか分け隔て なんていうのかな、ね、まずそもそもそんなやつ存在しないけど、なんだろうな、俺が見てきた中ではね、なんかヤンキーというかそういうやつは本当の陽キャみたいな、ヤンキーではないんだよ、もうガチのもう本当陽キャみたいなね、もうスポーツ万能で誰とでもこう話せてというか、こうでも陽キャっていうくくりに入れるのも失礼な、なんかもう、ね、そんな次元じゃないんで、そんな低レベルな次元じゃなくて、本当のなんかこう、ね、ネアカっていうのはなんか呪術廻戦でもなんか言われてたじゃん、パンダの変なやつでさ、あいつは本当のネアカだなみたいな、なんか主人公の虎杖悠仁が言われてたけど、そういう人であってね、そのヤンキーとかドキュンっていうのはね、そんなやつは存在しません。そういうね、分け隔てなく接してくれる時点で、ヤンキーとかドキュンではない。そんなやつはいない、絶対。そうね、絶対何か裏がある。そうね、ビジネス陰キャとかさ、ビジネスぼっちとかね、俺もね、使ってたけどね、そういう、ね、人種がいるのと同じで、ね、逆にビジネス、ね、ヤンキーというか、ヤンキーだけどオタクにすり寄るじゃないけどね、ギャルだけどなんかやりまんそうに見えて実はオタクにもすり寄るみたいな、ね、ほぼほぼ裏あるんで、騙されないでくださいね、本当に。ね、なんかね、戦慄かなのさんだっけ、その彼女で戦慄かなのさん、前からこのね二人が交際してるんじゃないかっていう、まあ、噂というか、まあ、ほぼほぼなんかこう確定というか、公表はしてないけど実はこの二人付き合ってんじゃないかっていうのをね、まあ、ずっと前から言われたらしいんだけど、今回の逮捕でね、なんか
あの本当に明るみになって、というか昨日か一昨日かこれこれの放送にその戦慄さんがね上がって、で彼氏から DV 受けて、ね、それが DJ 丸だってことを言ったのかな、ちょっと見てないから分かんないんだけど、でなんか別れたいけど別れてくれないみたいな、うん、なんか家にその DJ 丸さんが居ついてて、その戦慄さんの家に丸が居ついてて、あの別れたいけどもうずっと居座られててもう出て行ってくれないみたいな、でなんか酒癖が悪くて酒を飲むとなんかいつも殴られるみたいな、酒を飲まなければ大丈夫なんだけど酒を飲むとひどいみたいな、うん、で別れたいけど別れられなくて、で結局昨日警察呼んで、代々木警察署ですかに今拘留されてるのかな分かんないけど、けどなんか結局は被害届をやっぱり取り下げるみたいな、なんかねちょっともう典型的なこうなんつうのかな、なんて言えばいいの、共依存というかね、このパターンかーっていうね、僕も結構恋愛マスターなんでね分かるんですけどね、あのこの DV 男にはまるというか、ね、DV 男から抜けられないこのパターンねーって、これもうちょっときついなーっていうね、ぶっちゃけて言うと、いやまあもちろんその3時間殴られて暴力を振られたっていうのはちょっともうね、いやそれはちょっとすごいなというかちょっとお気の毒にとは思うんだけど、これねあんま言いづらいんだけど、やっぱねこうその女性側もうねきっぱりと、まあそれができたら苦労しないんだけど、もう、うん、やっぱもう人は選ばなきゃダメだよっていう僕自身の経験も踏まえて、いやあのねわかるんですけどね、すごいわかるというか、やっぱねそのうん酒癖なんつうの、酒入らなきゃ大丈夫みたいな、だから要はお酒を飲ませなければ私たちはうまくいくんだみたいな風にね思ってるのかもしれないけどね、やっぱお酒っていうのはね、なんつうのかな、やっぱ人の本性を暴くっていう風にもね言うわけで、僕の経験を踏まえてもいいけど、お酒癖が悪い人とはねね、やめた方がいいですよ本当に、で多分別れられないというか、やっぱこうね典型的な共依存というか、そうね一時の感情でねもう別れる、警察呼んで別れたいって言うけど、でもねちょっと時間経ったらね やっぱりちょっとごめんねじゃないけど、なんでお前が謝んだよって感じなんだけど、まあ分かんない、その男女の関係ですからね、普段戦慄さんにも何か非があったのかっていうのはなんかまあ分かんないから、何があったのかね詳しく聞いてみなきゃね、人間関係っていうのは分かんないから僕はあんまり好きかって言いたくはないんだけど、ただそのその地雷っていうね言葉あるじゃないですか、地雷系女子というか、こいつ地雷だよみたいなさ、誰かに対してちょっとやばそうなやつに対してさ使う言葉で地雷っていう言葉あると思うんだけど、丸は地雷じゃないからね、お言っとくけど、丸はもう目に見えて、別に地雷ってのはね地面に埋まってるから見えないから地雷なわけじゃん、だから分かりづらいから地雷系の何々とか地雷系女子とかっていう言葉が あるんだけど、丸はもう明らかに分かるからな、普通だったら、申し訳ないけどね、丸、悪いな、まあ、DJ マーラから言わせてもらうけど、なんか見た目すごい優しそうで、華奢で可愛い顔してて、こんなはずじゃないと思ったのになとか、もしかしたら思ってるかもしれないけど、いや違う、そうじゃなくて、もうもう普通だったら分かるんだよ。うん。この人ちょっと危ないかもって。そう。ね、まあ、もちろん、僕はね、見た目で差別とかね、職業で差別とかするつもりはないけど、地雷というかもうただのね爆弾なんだよ、グレネ魚雷だよ、見えてる、もう最初から見えてる、もう爆弾をね、そういう最初から見えてるさ爆弾をさわざわざ拾いに行ってさ、爆発しちゃった、うわ怪我したって、それは
ちょっとね、拾う側にもね、ちょっとこう、いやもうちょっと考えた方がいいんじゃないっていう、ふうに僕いつも思いますね。そういうこういうケースを見ると、僕の経験からね、話しますけどね。はい。ということでね、いやー、まあそのね、レペゼン地球っていうグループもですね、まあ僕は最初からね、あれこういうまあグループなんだなと僕思ってましたよ。ね、なんかこうね、なんつうの、音楽でやっていきたいとか音楽で勝負していきたいみたいな、僕らは YouTuber じゃないみたいなねことをね、なんかずっと口酸っぱく言ってたけど、いやまあ普通に見たらどちらかというと YouTuber よりだぜっていう、むしろそのYouTuber として見られたくないんだったら、最初からなんかああいうおふざけのおちゃらけた動画出さなきゃいいのになっていう、結局そういうのありきの今の地位というか人気なわけじゃん。だからそういう風に見られたくないんだったら、やっぱりその脱退したね、僕と同い年のね、捨て上げ世代の DJ 銀太くんとかみたいに、もう脱退してもうガチで音楽でね真剣に勝負しますみたいな、そういう風にねやればっていう風にも思ったし、あとはまあなんか、まあなんか絶対、俺やっぱね、悪いやつをね見抜くね目はあるからね、こいつはまあちょっと花火のようにね、一瞬でこうね駆け上がって一瞬で散っていくんだろうなってのは僕ちょっと思ってたんで、まあ、もう DJ まるくんはねレプゼンのメンバーではないけど、ただまあやっぱりな、レスリングシリーズって感じですね。いやほんとね、でもそういう男の方がモテるんだな、まあモテるというか、いや違うな、いや普通の女性は、普通のというかメンヘラの女性にモテるっていうだけなんだよな、そのクズの方がモテるみたいなさ、クズ男の方がモテるみたいなさ、よく言うでしょみんな。それって半分正解で半分不正解なんだよ。確かに特定の女性にはモテる。ただそのなんつうの、エリートの女性というかね、こう健全な女性にはね基本モテませんからね、クズな男なんて。そういうDV とかされてもなんか私が悪いんだみたいなね。殴られた後にごめんなとか言って優しくされたらやっぱ好きみたいな感じで、そういうのが好きな人にモテるだけであって、普通のって言い方したら失礼だけど、多くの女性には別に需要ないですからね、そんなやつ。ね、なんでね、勘違いすんなよ、この動画見てるな、陰キャラのな、お前らも勘違いすんなよ、クズだったらモテるわけじゃないぞ、気をつけろよ、お前らみたいな、なんか秋葉原にいそうだな、地球がな、クズ行為したところでな、余計気持ち悪がられるだけだけど、だけだぞ。噛んだけど、俺もキモかったけど今。ね。はい。ということでね、いやでも大変ですね、家に居座られてとかってなるとね、ほんと、そういったケースの場合はですね、もうね、なんつうの、まあ、難しいだろうけど、その相手が家にいない間にですね、もう全ての荷物をね、もう大急ぎで全ての荷物をまとめて、で冷蔵庫とかそう洗濯機とかってなかなか難しいと思うから、まあ、洗濯機くらいやったらいけるか、まあ、でも冷蔵庫とかそのもう持ち運べないものはもうしょうがないから、もう自分の貴重品とか大切なものだけで、ね、いくつかまとめて急いで飛び出て、でもうしばらく距離を置く、その家の契約とか大変ね、ちょっとずっと家賃払い続けなきゃいけないとかっていう心配事はあるかもしれないけど、もう自分の身をね守るのがね一番大事なんで、もうなかなか離れられないんだろうと思う、想像できる、絶対離れられないんだと思う、やっぱりなんかこう好きというか、やっぱ心配でみたいなあるんだと思うわ。けどもうね、子供がね、カナノ見てんだろ、見ろよ、お前がね
死ぬまで一生見ないようなねチャンネルだろうけど見ろ絶対に、うん、俺はお前の洗脳というかね、あのまあいいわお前がしそれで幸せなんだったら実はもう別れたいとか言ってるけどでもその別れられない私が好きみたいなそういうもしかしたらそういうタイプかもしれないから何が本心は分かんないけどもし本当に別れたいと思ってんだったらもう今すぐ家飛び出ろ。俺がね昔な母親と一緒になあの家を飛び出たみたいな父親と別居するために家を飛び出たみたいに今すぐ飛び出ろ。うんね、案外ねこう飛び出てみてねまあ、どこでもいいっすわ。また新しく家借りてでもね、カフェとかホテルでしばらくちょっと暮らすでも何でもいいけどもうあのしばらくねもう一切連絡も取らない。 LINE もブロックするし全部ブロックする。なんならもう通信機器とか全部もう電源切っててもいい。しばらくほっといたらもうねどっか行くぜそういうやつなんて、うん、だからマジでねまあどうなんですかね人のね恋愛というか人間関係にねとやかく言うのはね部外者からしたら分からない情報が多すぎるんでね本当ね見当違いなアドバイスになっちゃってるかもしれんけどさただ本当ねマジでちょっともうやめた方がいいぜ本当に怖いねこういうなんかこう別れられないというか怖いね、でも本当マジで一歩踏み出した方がいいぜ。